先般団長の思いで辞職、そして出直し選挙に挑む決断をいたしました。この3年間一部の議員によって市民の皆様の民意は踏みにじられました。私はこのような市民不在の議会を見過ごすことはできません。このままでは小樽は立ち行かなくなると考え、やむを得ずこのような判断に至りました。この選挙で改めて民意をいただき、皆様の思いを実現をしてまいりたいと思っております。これにつきましては、まあ、今までもいろんな形で質問を受けていろんな人を答えていて、まあ、今までのお話と一致するかしないかちょっと何とも言えませんけれども、議員の方々がそれぞれに市民の皆様からどのような声を拾われているのかということは残念ながら、お一人お一人まで私は残念ながら把握はしておりません。しかしながら、まあ、私自身が選挙で当選していた時をですね、投票のバランスと同じように議員の皆様それぞれにおきましても、私に投票した人がその議員の方々に投票されております。ですから議員の方々はその声をどのように聞かれているのかは私には全く分かりません。つまり反対の方ばかりがお話を出て、私としても私は市長になった以上は選挙の結果いかんどのような票数であったとしても、市民全員の、オール市民のですね、代表であり市長であると思っておりますから、たとえ私に投票していない方々も含めてですね、いろんな議論を積み重ねて行っていくべきだと思っておりますけれども、一部の議員の方々はそうは見られません。つまり反対の声ばかりを拾って行われているのではないでしょうか。だからその民意、つまりは私のことを、まあ、今のその政策を進めたいと思っている方々からの投票を受けている議員の方々がその声をどのように拾われているか私は分かりませんので、断言はできませんけれども、そういう声を拾って判断にしていただきたい、まあ、このような思いは持っているところであります。もう一つです。その議会の内部における状況におきましては、読売さん自身が議会の状況についてお調べになられて、感じていただければと思います。私自身が把握する限りは一部の議員であります。市議会の広報にもちゃんと採決結果が出てますよ、ね、はい、ですからそれにつきましてはこの場において私の方からは詳しく説明はコメントは避けさせていただきたいと思っておりますので、読売さん自身がですねご確認されて、まあ、その上で、まあ、私との考えと一致するかどうかは分かりませんけれども、そのように判断していただければなと思います。読売さんの、まあ、個人的感想として一部とは捉えている私自身が今まで接してきている中で、まあ、その事態を把握をしておりますので、そのように言っているということでございます。ですからそれは皆さん自身の方でご確認をいただければと思います。現この段におきまして例えば再選後にですね、このような形で動き始めますということを、まあ、はっきりと断言できるというものは今は持ってはおりません。しかしながらやはり選挙戦というものにおきましては、まあ、市民の皆様の思いをやはり形にすることが、まあ、選挙戦の結果であるというふうに思っております。私自身もこの間、まあ、市民の皆様からそれに対してのご意見などもいただきつつ、その議会の在り方について、まあ、就任後にですね、まあ、議員の方々と、まあ、議論を深めていくということが、まあ、大事ではないかなと思っております。ただきっと議員の皆様それぞれにおきましても、市民の皆様からそれに対しての、まあ、例えばご指南であったりとかご批判であったりとか、さまざまなご意見を耳にされるというふうに思っておりますので、きっとそのそれぞれの市民の皆様からいただいた声によって、まあ、それが改善を図られたり解決に導いていけるのではないかと私自身は期待をしているので。それが一つ私とのお話からですね、止められていないことが一つあります。私は何度も言いますが、その時から悩んでいたと言っております。そしてコメントは辞職はしないと断言したわけではなくて、この辞職勧告をもって
辞職はいたしませんと言っております。ですから今後においてどうするかということは常に悩んでおりました。だからそこは川口さんの方で、そのように思い込まれて、ご質問されてもですね、すれ違うままになってしまうというふうに思います。